まだか。まだ待ち続けなくちゃいけないのか。早く来い。あの赤い糸を伸ばして俺のところへ。もう時間がない。早くここに来て俺を殺して世界を救ってくれ。これより脳と脳を仮想ケーブルでつなぐ。訓練とは比べ物にならない痛みだが耐えろ。システムオールグリーン。サスケーブル接続開始。大丈夫、頑張ろうね。られるわ。よし、貴様はいけそうだな。この適正試験で貴様の配属正体が決まる。しっかりやれ。了解。討伐軍入隊適正試験を開始する。会議をすべて討伐せよ。この試験で配属先が決まるのね。お姉ちゃんと同じ隊になれるといいけど。いえ、今は考えても仕方がないわ。とにかく集中しないと。私の実力なら完璧に課題をクリアできるはずだわ。落ち着いて対応しさえすれば。私の超能力、念力なら怪異を殲滅できる。戦闘向きだってお姉ちゃんも褒めてくれたし。はあ、こんなところね。お姉ちゃんはうまくやっているかしら。きっと大丈夫ね。お姉ちゃんは優秀だもの。はっ！
やられたわ。こんなところに。次は。試験終盤に差し掛かったようね。いい調子でこなせたと思うけれど、油断は禁物だ。次は。訓練で習得したことを出し切るだけ。私なら勝てる。はあ、やられたわ。よし、これで訓練過程は全て終了した。明日からは貴様も海抜軍の正式隊員となる。その前に訓練生には24時間の自由行動が与えられる。明日の正式着任を前に体を休めておけ。了解しました。カサネちゃん、お疲れ様。私はいつも通りよ。な、カサネちゃんに注意されていた。お姉ちゃんの潜在能力はすごいのよ。でもよかった、カサネちゃんがいつも通りで。レッドストリングスの夢？うん、子供の頃から。そうね。ブレイントークを使うようになってからこればかりになってる気がするわ。他人に聞かれる心配もないし、周りが騒がしくてもよく聞こえるから便利よね。そうそう、たまに独り言までブレイントークで言っちゃうの。もし聞こえても笑わないでね。